始め、プロミュージシャンを目指し始める。2007年より3ピースユニットとして福岡市の天神で路上ライブを定期的に行っていたっていうこと。行っていた。っていうことなんです。今日髪がすごいんですよ。すいません。怠ってません。行っていたということで。はい、すごいですよ。路上ライブですよ。はい、ねえ、絶対みんな耳にしてると思いますよね。でその後にライブハウスでの活動も始め、2010年その後ですね、ちょっと解散しちゃうんですよ、そのグループを。あ、そうなんですか、ね。はい、グループだったんですね。そうなんですよ。でソロシンガーに転向して、はい、現在の事務所、はい、ドルフィンエンターテインメントに所属。はい、で2011年に J グランツとして CD デビューし、2014年にはJリーグアビスパ福岡の公認応援ソングをリリースされたそうで、おー、すごくないですか。公認ソングですよ、ね、ビッグで。その方々はいらっしゃいましたかね。いらっしゃいました。お、来た、来ましたね。はい、あゆみちゃんも来た。さあ、2015年にファーストアルバムをリリースして、はい、初のワンマンライブを成功させたそうです。はい、で J グランツとして全楽曲の作詞、作曲、アレンジ、レコーディング、ミックス等を自身で行っているそうです。すごいですね、全部ね。まず20分。どういったステージが見れるんでしょうか。ねえ、この歌詞ごちそうマルシェ、数年前からやってるんですけれども、年々お客さんも多くなって、ステージのクオリティも高くなって、盛り上がりもすごくなっていると見受けております。歌詞出身の矢野由紀子そうですよね。はい、はい、そうです。断言しましたそうです。じゃあお呼びしますか。もうちょっとですね。すごい。では、はい、はい、いきたいと思います。はい、はい、Jグランツの方々です。どうぞ。方です。
生以降描いた夢、何度もバカにされたあの頃の自分、認められたくてもがいた日々、いつかは必ず理解してやると、追い風が来ては逃げ去り、また追いかけては遠ざかるゴール、だけど僕は諦めないって誓った。さあごちそうマルシェ、皆さん楽しんでいきましょう。ウェイブウォー、一瞬の栄光のために何度も流した汗が、あなたの心に広がって共に輝き始める。涙たくさんあるけれど、一番はそばにいるあなたのために走り続ける。ありがとうございます。しょ、そして僕がいつか年を取って体が動かなくなった時でも、あの頃を思い出してあなたとずっと笑き合っていた。皆さん、J グランツと言います。はじめまして、よろしくお願いします。今日はごちそうマルシェに出演させていただいております。皆さん元気ですか？結構良かったですねありがとうございます。何かもうご飯は食べられましたか？皆さん食べられましたか？いいですね。そちらにたくさんありますね。僕は、6時半からも歌を歌わせていただくんですけれども、その間にちょっと、ご飯を食べに行きたいなと、思っております。今日は、バックダンサー、シオンとあゆみと言います。大きな拍手お願いします。今日は、雨のクラスですね、皆さんと一緒に楽しんでいけるんじゃないかなと、思っておりますので、次は、ちょっとタオルをですね回すようなそんな曲になってます。カメラ持ってる方はちょっとタオルはですね難しいかと思うんですけれども、カメラを回すそんな人見たことないですね、間違いなくまあでも、まあ、自己責任でちょっと回していただいても構わないんですけれども、まあちょっとサビでですね僕が、おおおおおおって言ったらですね、イエイイエイイエイという場所があります。わかりますか？僕がおおおおおいいですね。このウォウォウォイエイイエイイエイ、これをもう歌詞域うるせえって言われるぐらいしっかり皆さんでですね一緒に歌いたいなと思うんですけれども、もう一回練習します。よろしいですか？おおおおおもう一回おおおおおおいい感じです。では皆さんで楽しんでいきましょう。ハッピネス。小さな頃君にまみくり合って、僕は新たな道を見つけて、幸せなタイム
切なタイム全部まとめて喜びに変わる大きな大きな世界の中から君と出会えた喜びを痛いほど感じ合ってさあここからです皆さんお願いしますGood morning. カスペレオから流れるミュージック心躍らせ体揺らせば一日のテンション誰も分かってない先生よかったね未来の自分に会いたい会いたい会いたい不思議な世界を見てみたい見てみたい見てみたい君にまめくり合って僕は新たな道を見つけて幸せなタイム大切なタイム全部まとめて喜びに変わる大きな大きな世界の中から君と出会えた喜びを痛いほど感じ合って目指すところへさあここからですもう一度幸せなタイム大切なタイム全部まとめて感謝してるよ大きな大きな世界の中からみんなと出会えた喜びを痛いほど感じ合ってもう一度一つになりましょう行きましょうさん、温まってきましたか？イエーイ！ありがとうございます。もう一人悲しい。全然温まってない。温まってきましたか？イエーイ！ありがとうございます。これじゃないとごちそうマルシェじゃないんですね。あれ？また寒くなった。大丈夫ですよ。僕は温まってますね。皆さん、声はしっかり届いてたんで、次は先ほど MC でご紹介いただいた通り、レベル5スタジアム、思い浮かべながら、作った曲、ライフという曲、まあ、苦しい時も、今は、アパマンさんが入って調子は、上がってきてますけれども、もう苦しい時、クラブ存続っていうところもあった時代を僕は、応援してましたんで、その時をちょっと思い出しながらちょっと歌って聴いていただけたらなと、思います。では最後に聴いてください。 LIFE よろしくお願いします。決めたかったのに失敗重ねて人のせいにしてうまくいかないできるはずがないそんなことばかり思わないで素直になった僕は今立ち向かう一度もライフ無駄にしないたとえ心が不安定でも流した涙の数が僕の明日を照らす
す一人きりの厳しい世界みんな手をつなぎ羽ばたこう後先なんて気にしないただいま僕は一歩進むから胸を張って風を切って最高の景色を手に入れるため僕らは戦うんだ Never give up Don't look back 広い世界を走り続けて明日見える朝日はどんな色だろう一度のファイト無駄にしないたとえ心が不安定でも流した涙の数が僕の明日を照らす一人きりの厳しい世界みんな手をつなぎ羽ばたこう後先なんて気にしないただいま僕は一歩進むから閉ざしてた逃げ出してたそんな日にグッバイ誰もが皆悩みを抱え生きてる明日へのライフ無駄にしないたとえ何度もかしれたって流した涙の数が僕の明日を一人きりの厳しい世界みんな手をつなぎ羽ばたこう後先なんて気にしないただ今から僕は永遠に進むから No, 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 right Ooh, yeah, yeah, yeahみなさん短い時間ですけれども聞いていただいて本当に本当にありがとうございます。そしてバックダンサー、史上対面急遽、出演になりました大きな拍手お願いします。そして後でよく皆さん、手拍子と、お声をかけていただいて本当にありがとうございます。ジェイクランプでした。ありがとうございました。ありがとうございました。